敵とかいないのかな。わー遠いわワープワープするしかないでしょあれ。ちょっと移動してったら相当な距離だよね。だなんかサンダーバードとかいそう。サンダーバードサンダーバードじゃないや、なんだっけあれ、サンダージョーじゃなくてなんとかバード。セーブしたい。よし。で、あーそこか、入れなかったところだ。グリントホークだった。ここにいる。飛んでるわ。見られてるけど走ろう。なんかある。ここなんだ。これ古の彫刻。エクリプスだ。どうやらそこにはフォーカスの反応はないな。お前なら一人でもなんとかなるだろう。進め。どうも。一人でやるさ。少ししかいないな。あいつらどうしよう。来た。今のは何だ。聞こえたぞ。多分な。多分な。よし。で。誰かいるのか。います。こちらへどうぞ。よし、あと一人か。何してんだあいつ。待て。オッケー。進もう。弔いの穴、鉄の悪魔の下に最後は。これが、これが、あ、そうか、鉄の悪魔か。あれ、入れるようになってる。ゆっくり、ゆっくり。中にもいるな。あいつどうしようか。こいつだけか。とりあえずなんかいっぱいある。あれ、めっちゃいるじゃん人。
どうしよっかな。あ、絶対なんか向きが違うね。こっちで見ているのと。ああ、二人一気にできないからな。どうしよっかな。一人呼び出したいな。何かいるのか。あ、しかもあいつ。死体だって。機械も死体判定なんだね。不屈の勝利作戦か。部屋の中を見て回ろう。オッケイ。部屋の中を結構広いな。今日も不屈の勝利作戦の開始といく。30秒後に接触。ああ、30秒あればゼロドームを完成するね。ゼロドーム。どうやらここまであんたたちと戦えて最高だったよ。戦車さんもね。来るぞ。衝撃に備えろ。時が止まってしまったよ。何をそんなに笑ってるんだ。あったあった。何ですか。注意。無理だった。タイタンが防衛線を突破して接近中だ。ここでじっとしていたらあいつにやられちゃうぞ。なんとしてでもハッチを守るんだ。それから攻め返せ。見えるかサイレンス。サイレンス反応しない。タイタンが来るぞ。アクロンと同じで奴の動きを止めるんだ。まずは手足を立ってエンジンを破壊しろ。終わりか。キラキラしてる。サイレンス見えてるか。なんだ。みんなここで死んだんだ。よくあることだろ。もっと面白いものはないのか。なんでキラキラしてんだこれ。身軽でいないと。こっちは何もないのか。あ、なんかある。ネックレス。
すごい戦車だなこれ。一体ゼロドーンって何なんだ。あんなに楽しそうにやるものなのゼロドーン。ビクトリー。この下、え、ちょっと待って、え、どうやって降りんのこれ。足場え、ここどうやって降りるんだ。全然見えない。で、足場に降りて。ちょっと待って、この上なんかあったか。行けないのかな。多分届かないよね。下に降りていいの？高い。いや、水かこれ。なんかあるかな。なんかある。荷車はないだろう。で？こっちかな。あとで乾かそう。あるある。兵士たちが寝てた場所か。母の源にある宿みたいな。カリフォルニア海軍第3戦母太平洋からスワームが襲ってきた。そして地元のミニットマンか狂気の15戦隊がゴミベルトを焼き払った。海が炎に包まれて、そして全てが焼けた。おでえまみれのロボットたちが攻撃してきた。スワームの計算修正までの数時間奴らをなぶり殺してやった。内地におびき寄せ、カルマール中に散らばらせた。ビルを落として電子パルスを浴びせる。いつも通りの手順だ。最後にカリフォルニアにいたのは確か5、6歳。40年代はまだソーシャルネットフィルターがどこでも流行ってたっけ。記録、東海岸での最初の戦いは蒸気船が先だったかな。カルマール以前のことだが、状況は東の方がひどかった。ミニットマンの訓練のために3週間沿岸の町に派遣された。降り続く雨、ヨーロッパがやられたせいだ。立ち並ぶ 3D プリントの仮設兵舎、主力部隊の攻撃を受ける時までプリントしてた。ミニットマン、彼らが住んでいた場所で戦闘訓練を行った。真面目に訓練すれば少しは長生きできるとごまかしてね。実際そうなったら最悪だというのに、彼らは私たちが何か知っていると思い込んでゼロドーンの質問をする。実際こんなことしてたら自分もロボットになってしまう。奴らは学習していくが、人間は
どうだろうな。こっちか。ここは何なんだ。あそこが進む方か。いいか翔くん、基本方針115条を思い出してくれ。無許可での処理サイクルの使用に関して記載されている項目だ。特に 115C にある直接軍事訓練や効率に関連しない全てのホログラフィックシミュレーションについてな。肝に銘じておくように。それじゃあ楽しんで。楽しんで何を。頼りをありがとう。ここじゃ時間が経つのが早い。タイに入って4ヶ月でもう20回は派遣されている。西海岸を行ったり来たり、威勢のいい志願兵たちとは一緒に戦い続けてる。訓練じゃこう言われたそうだ。これが DEW だ。敵がいたら撃てま、それでもなんとかまとまってる。第6 MRB とリチウムビーチでホルスを倒した。あのデカブツが倒れる姿本当にすごかった。ニュースになってるといいな。まだチャンスがあるってことを示せたんだ。プロジェクトゼロドーンに必要な時間さえ稼げれば全て昔みたいに戻るはずなんだ。ごめんよ、長いこと連絡できなかった。ごめんよ。これグリエフ軍曹の部屋か。長引いていって厳しくなっている。それに敵に動きを読まれるようになった。人も減った。一人減るごとに10倍働かないとならなくなる。いわば景気の悪い家業だよ。ただ彼らは家族じゃないし、この家具は君もいないしね。金属。僕は今でもたまに思い出すんだ。君といた時のことを。敵の世界だし慣れてる。昔はみんなよく顔を合わせてたし、まだ希望を持っていた。それも今や消え去りそうだ。何を守ろうとしているのかすらもうわからない。唯一わかるのは君のために戦ってるってこと、それだけ。そして正体すらわからない。分かってないんだ軍曹も。分かってないけど、ゼロドーン成功させれば世界が戻るってみんな信じてたんだ。道しるべが消えた。ベッドが一つ。団長の部屋か。団長の部屋？ん？これはどこに行くんだ？ここになんか捕まるのところが。この線が電源につながってる。なんかいるな。赤い光。電力がないってことか。電力を復旧する。近くに扉の電源があるはずだ。あっちに行けばいいのかな。ホログラフインターフェース、きっと何かの暗号だ。
暗号。ここにあるものをスキャンしてみた方がいいかも。ああ、役に立ちそう。何これ。ホロロッコは反時計回りに。あー上下左右電線3本、電源3つ。おお、合ってた。一つ目だ。一つ目。この下に行けた。あ、なんか落ちてる。いや、きっとみんな地熱システムの再起動方法を知りたがるだろう。こうするんだよ。鳥は夏に北へ飛んで、春は東へ飛んで、秋は西へ飛んで、冬は南へ飛ぶ。JT テックのマイク様の口からこんな美しい詩が聞けるとは思ってなかった。期待を裏切る、それが俺様ってやつ。え？いや、きっとみんな地熱システムの再起動方法を知りたがるだろう。こうするんだよ。鳥は夏に北へ飛んで、春は東へ飛んで、秋は西へ飛んで、冬は南へ飛ぶ。JT テックのマイク様の口からこんな美しい詩が聞けるとは思ってなかった。期待を裏切る、それが俺様ってやつ。ちょっと待って、もう一回。違うか。あれ、あっちにもあるな。それぞれ違うのか、ヒントが。これ分かりやすい。違う。これで2つ、あと1つ。あと1つがこれ、なんだろうな。